待てがかわいそうという人たち、待てはとても大事です。で、待ての訓練ができるのはご飯をあげるときしかできません。じゃあなぜ、待てが大事かというとですね、例えばここが外だとします。で、何かですね、そこら辺に変なものがと、例えばですね、猫とか野生動物の糞のようなものが落ちてたとしますね。で、それに興味を持ってしまった。その時に彼らを止めるには待てというしかありません。だから待ては重要です。待て、よし、はい、ね、このように何でも待てができるようにするというのは非常に大事です、ね、では待て、待て、よしと、このような感じですね。はい、ハロもよし。で、待てとよしはセットです。待ての後には必ずよしがあるということで覚えさせてください。待てさえできればですね、例えば手からリードが離れてしまった、ね、愛犬がどっかパーンと遠くに行って、しまいそうになった、道路に飛び出しそうになったっていう時も待てというとですね、効果的に止めることができます。はい、ね、例えばこうやって今非常にこう僕が喋ってるからハッスルハッスルな結果でありますけれども、はい、待て、ピタですね。こんなことが可能なわけで、ついでに僕も君も待てしちゃうわけですね。はい、よし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 、はい、よしよし、はい、よしよしよし、はい、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 よしよし、よしよし、はい、待て、待て、はい、と、どんな状況下にあっても待てができるということが、はい、待て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 、できない、ちょっと待ってください、はい、待て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 。で、コマンドを当てるときはですね、こうジェスチャーを混ぜるようにすると効果的。僕はで、ね、手を広げてこうやったときに、パーをしたときに待てですね。はい、待て、待て、待て。で、相手の目を見て、今ちょっと、ね、ちょっとカメラを見てるんで、あまり効果が出ないんですけど、目を見て待て。はい。ね、よし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 。はい。で、この大事な待ての訓練ができるのが、美味しいご飯を食べるときだけなんですね。他はちょっと、他でもできるんですけども、ご飯が一番効果があります。はい。なので、犬飼ったことない方、もしくはこれから飼ってみるという方ですね。最初にまずやらなきゃいけないのが、待てですね。はい。なので、待てとよしはですね、お手、お座りの前にですね、必ず覚えさせるようにしてください。変態飼い主でした。